そしてほろりと崩れる柔らかな食感のなんと優しい。体を中から温めてくれる。おいしい。おお。でも彩りとしては綺麗ですよね。たったそれだけの理由で金を使ったという。なぎらさんも納得の和上領主ペシは人形町駅から徒歩5分。だご、これほんと食べ応えあるわ。すごく簡単で美味しいアレンジレシピ、みんなも作ってみてね。晩酌のおつまみにも最高。お出汁で作る湯豆腐ももちろん美味しいんですけれども、こういうね豆乳を混ぜるだけで豆腐もふんわり柔らかくなるし、体もより温まるだよ。こっちも試してくれ。うまきだ。うまき？うなぎを卵で巻いているから。ああ。あ。うん。うん。おお。いいぞ。じゃあこうして半分ずついただきましょう。ああ。は？うん。ごちそうさまでした。すっごく美味しかった。はい、うなぎのかば焼きだ。ほおお、うん、このうなぎすっごく美味しいです。次はポテトサラダです。